も半助です。今回はですね、また新たなものを買ったので、まあ宅急便でね来たんで、ちょっと紹介したいと思います。それでは開けていきましょう。はい、というわけでですね、今回はパチモン TV というね、まあそう、とあるショップがあるんですけれども、そこの方で購入いたしました。というか、なんかあれ、今シール剥がしたんだけど取れそうにない。あれ、シールでこれ貼っつけてあんじゃないのかな。なんかやたら買ってのりでくっつけてある。よいしょ。え、なんか剥がれないんだけど、なんでだろう。それで横からビリって開けちゃいます。そうすると出てきます、箱がね。おー、プチプチに包まれとる。というわけで今回購入したのは、じゃじゃん。で、またプチプチだから、とりあえずこれも外していくか。とりあえずこれもプチプチを外していって、ドドン。はい、今回購入したのはこちらでございます。まあこれだけじゃ何だかわかんないんですけど、まあ出してみればわかる。はい、ちなみに、値段は、送料合わせて2080円です。まあパチモン TV のいいところというか悪いところと言っていいかよくわかんないんですけど、送料が一律900円なんですよ。なんで、だから関東だから安くなるとか、近畿だから安くなるとか高くなるとか、そういうのはないんですけど、全国どこでも900円っていうのは、なんて言うんだろう、なるべく関東とか本土の人からすると904円っていう送料はちょっとね、高くてお得感ないっていうのが正直なところですね。はい、というわけで、今回購入したのはこちら、じゃじゃん。ゲームボーイアドバンス SP の外側ですね、側。ゲームボーイアドバンス SP の側を購入いたしました。じゃじゃーんとね、こんな感じで出していきます。はい、まず、フロントパネルの部分。プラス、こっちが本体って言ったらいいのかな、こっちの部分、ボタンとかついてる部分ですね。おお、こんな感じで、ツルピカの新品の状態です。はい。で、それプラス、電池の裏の蓋までついてきてます。でですね、それと、USB のゲームボーイアドバンス SP と、初代任天堂 DS って、まあ、アダプターが共通なので、まあ、その、USB にで給電するタイプのアダプターを買ってきました。で、これ何がいいかっていうと、じゃあ例えばゲームボーイアドバンス SP を外に持っていくときに、モバイルバッテリーも一緒に持ってって、モバイルバッテリーから充電っていうことができるケーブル。それにまあ中国製なんで、価格が80円と安いですね。まあそれも結局900円の送料がついてくるんで、まあ結果的にお得かどうかと言われると、うーんって感じはするんですけど、こんな感じですね。ここが、フロントライトのボタンと ABAB ってあって、でこっちが十字キーで、スタートセレクトボタンで、裏にはこんな感じで、なんか細かいネジとかね、ネジだったりベゼルっていうか、ヒンジの部分がついていたりします。はい、というわけで、まあまだゲームボーイアドバンス SP 本体は持ってないんで、これからちょっとハードオフで500円ぐらいの、とにかく状態のひどいジャンク品のを買ってきて、ちょっとこれにね乾燥したいと思います。そんでもしかしたらメルカリとかに出品するかもしれないんで、まあその時はまあまた後ほどお知らせします。そんでね、実際にゲームボーイアドバンス SP の外装を交換する時の動画もまあ上げたいと思っております。はい、というわけで以上、ゲームボーイアドバンス SP の、USB 給電器と、ね、まあ、外側のベゼルの紹介でした。それでは皆さん、さようなら。